タピオカ来るよ。ほんまに今回はタピオカを作るんですけど、ただあの作ったタピオカを飲むだけじゃ面白くないんで、こちら用意しております。これ、せーの、じゃじゃーん、じゃじゃーん、じゃじゃーん、イタちゃんの誕生日プレゼントでね、うんさんがいただいたアンパンマンクレーンゲームの中にもハイコン、実はもうラインナップ仕込んでますんで、ハイコン出たのを飲むという感じで進めていきたいと思います。おお、それではラインナップ、ハロウィンっぽい色でチョイスしたラインナップご紹介したいと思います。大丈夫か？ハロウィンといえば何色？まあ黄色とか赤とか紫とか、あとオレンジとか、オレンジとか。今回用意したドリンクはこちら。ダーンっていうかね、トメイトはダメだって。トメイトは赤、赤やわこれ。いや赤わかるけど、いちごジュースとか見て、これトメイトはまずやばいって。これはタピオカと合うんかなと思ったけど、絶対合わへんの。わかるやろそんなもん。まあ紫、オレンジ、これも最高やけど。これサービスで食うの。これ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 、ハロウィンパッケージやったんよ。あー、というかこれとこれ被ってるやん。ブドウ、あ、炭酸入り、炭酸なしな。あで、トマト。で、ちょっと待って、黄色って言ったろさっき。これ何よ。黄色はあの今ホットタピオカとか出てきてるから。わかるけど、コーンスープに入れてみようかな。コーンスープはちょっとどうなんかな。いや、でも意外とまくるかもしれん。これは合うやろ。あるかもしれん。もうもうね、ほら全6種類、ここにももう6玉入ってる。6あるし、全部やらせる気か。はい、絶対当たるよ。誰か絶対当たるよ。もう絶対嫌やわ。絶対当たる。絶対飲んでよ。ね、絶対飲んで。やばそうだよね。絶対飲まんやろ俺も。やばい。もう先に作っちゃおうかな。タピオカドリンク並べて、もう取ったら飲む、取ったら飲むでいこうかな。ということで、メイキングスタート。さあ、タピオカ投入。投入。タピオカ職人やで。よいしょよいしょ。よし、じゃあジュースを入れていこう。 OK。じゃあ分かりやすく、だから炭酸、こっち炭酸入れよう。1個目ブドウ。おいしそう。ブドウうまそうやな。ちょっと、いや、ちょっとブドウうまそう。あ、いい、かわいい、いいね。これ野菜生活うまそう。いいね。あ、かわいい。いや、ちょっと待って、色的には映えるわ。ちょっとこれハロウィンやね。この辺りの人はラッキーやな。これラッキー、ラッキーって書いてある。多分あ、ラッキーじゃない炭酸じゃないブドウ。プーです。これあの四つ入りやったっけ、ごめんな。ああ、そういうことね。そうそうそう。で最後はホット。最後ホット。粉。濃くする。これお湯はどうする？もう入れとく。お湯も入れとこ。で混ぜ混ぜしとこ。こぼさないように。ハロウィンっぽい、ね。ハロウィンっぽいのやっぱ。マンゴーがトマトがやっぱ一番ハロウィンっぽいわ。マンゴーかよな。うん。ほら。どんな感じ？ポタージュ。あ、いい感じ。あれちょっと美味しそうなんだけど。これ美味しいね、絶対。ちょっとジュース吐けよう。せーの、じゃーん。はい、ということで出来上がりましたけど、ハロウィンっぽい。いいね。いい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 。映えてるのはやっぱこちらですね。やっぱダークホースのトメイトタピオカ。これはちょっとね、危険な気がする。マンゴー、それうまいわ。美味しい。これ飲んでみたら美味しい。こちらから、コンポタージュ。はい、コンポタージュ。ミルクティー。ブドウソーダ。トメイト、マンゴー。で、ブドウジュース。ブドウジュースです。はい。なんでブドウジュースに行こうと？これ炭酸。誰？炭酸なし。じゃあ、行きますか、早速。はい、行きましょう。2回ずつチャンスあるからね。はい。誰が行く？最初はグー、じゃんけんポン。はい、どうでしょう。最初はグー、じゃんけんポン。よし、エリシから。行きましょう。
できる？狙うかな。よし、パパも来た。お、使うのすごいやん。すげえ。これはトマト。待て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 。トマト来い、トマト来い。さあ、ガス、さあ、ガス。ガス勝負。え？え？落下ミス。どうしようかな。ちょっと落下ミスしちゃうからねやよ。ねややな。どうしよう。ルール決めてなかった、そこのパターンの。そうやな。もう一回行こうか。もう一回行こう。うん。行きましょう。第1回戦、エリシさん。どうぞ。どうしよう。カモン。もうどれでもいい、狙ってくれ。好きわけない。全然見えない。全然。おお、どうぞどうぞどうぞ。なんなのさ。取れたらやばい。取れるよ、取れるよ。取れよ。向こう行け。おお、いた。さあ、エリシさん、何でしょうか。さあ、こちら開いてください。なんか生活って書いてある。おお、野菜生活。マンゴー、おめでとう。イエー、すげえ。いいな。ダメ。これはいいけど。クレーンゲームで取らなあかんね。じゃあエリシ君。じゃあ実食。実食、どうぞ。メロン食べたい、私。メロンがいい。メロンないよ。うわー、美味しそう。マンゴーめっちゃうまそう。私マンゴーです。マンゴー。うわ、優しい。優しい。どう？味は？いいよ。味は？味はどうですか？お味の方は？グー！イエーイ！次、ひでちゃん行こうか。ひでちゃん行こうか。物みたいな。じゃあ、ひでちゃん、早い、お金。よし、いやいや、もうインドちゃんでいいわ。行きましょう。カモン。へえ、美味しかった。これ全然大丈夫。なんか次の次次の次の。めっちゃこれさ、これやるね。怒っちゃう。どうかわからんや。ミルクティー欲しい。ミルクティーみんな欲しいんやけんさ、ミルクティーは。カモン。何が入ってるか分からん。お、来た。さあ、オープン。めっちゃこれやるね。分からない。これガチ勝負やから、うちはもうそうやるせ一切出さない。本当に分からん。ほんまにガチやから。これ。空のブドウ。おめでとう。すげえ。せーの。どうぞ実食。あげてるタピオカ。どう。タピオカめっちゃ入るよ。グー。味うまい。合う。うわ、これうまいわなこれ。うわぁ、じゃあ次は、おい、パパ絶対タピオカヒロさん。じゃあパパ、行きましょう。よーい、スタート。私はもうね、プロなんで見なくても、もう大体のところで行きます。見ようや。大丈夫、全然見なくても。ほら、見ようや。見てだよ。取れんかったらどうするの。ちょっと取れた、ちょっと待って。奇跡や。見た。何も見らんでも取れました。ありがとうございます。いやマジでほとんど何も見てないで俺、本当にリアルそこもう映っとないよ、あんたリアル、いやリアルにドキンちゃん出てきて、ドキンちゃん来ました。ありがとうございます。パパ、さあこれでミルクティーが出るんでしょうか。そうやろ、そうやろ、ミルクティー来い。じゃあこれミルクティー引くね。これミルクティー、はい。ええ甘そう。早い段階。おめでとう、トマトジュース。なんで一発目でいくね。すごいね。ミランで撮ったけん。なんで飲めよ。口までひねんやったわ。全然なんでここで食べた。器用やな。いかんかい、それやったら。ちょっと待って、じゃあ行く。行くわ。行け。エリシ、行け。行ってしまえ。これ今トマトジュースやな。ちょっと待って。わお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 わ
やばい本気でナッチやから。あ、これナッチか。もうタピオカこれやばいね、これ。泡。これはね、普通に飲んでほしい。もうタピオカがーとか入れ込んでほしい。何もなら、何もうま。うま。うん、これです。はい、じゃあ続きまして、残りね、エニシ君が欲しい、ミルクティーと、あの、気になるコーンスープ。コーンスープ。コーンスープよ、私好き。コーンスープいいよ、これ。これは美味しそう。炭酸のぶどうや。いや、炭酸のぶどうこれ欲しいわ。絶対美味しい。いきましょう。じゃあ次は、からパパからでいい？エニシに、なんだなんだ、エニシにミルクティーが出るといいな。カモン。これバイキンマンちょっと怪しいな。お、バイキンマンする人。お、赤ちゃんマンいった。赤ちゃんマンやないよ。お、ドキンちゃん。これ誰？ドキンちゃん。赤マンが出てほしい。さあ。またこれトマトやったら。トマトこれトマト。トマトはもうないわ。もう準備した上に。ダメよ、まだよ、まだよ。まだよ。さあ、何が来るんでしょうか。コーンスープやろ。ミルクティー！ミルクティー！ミルクティー！自ら引き当てた。これは美味しいやろ。すごい。どう？これはうまいよ。いいぞ、いいぞ。飲みたい、今、大気も。これ美味しいね。これ、なんでこんな美味しい？なんでこんなこんなうまい？うまい。やっぱミルクティーからスタートしたんだ。そうや、最初多分タピオカはミルクティーからスタートで、本当に合う、本当にうまい。いいないいな、私ミルクティーがいい。もう残すところパパとイトちゃんでコーンスープかブドウの炭酸は、ファンタグレープは絶対美味しい。ブドウ食いたいな私。よし、いけ、いけ、いけ、いやいや、パパ絶対これ、パパからでいい。よし、パパはこれ、お子ちゃんはこれ、パパならあのバイキンマン行こうかな。ダメダメ、赤ちゃんマン、赤ちゃんマンだ。うわ、多分どっちも美味しいと思う、これは。バイキンマンかも。おい、やったね。さあ、よし、じゃあどっちが来るんでしょうか。せーの、ブドウくん。ブドウくんのブドウでした。ブロー2個も食べたっけ。あ、そっか、いてちゃん、ブドウじゃない。だから炭酸なしバージョンいただきたいと思います。こっち炭酸だよ。あ、こっちは炭酸じゃないよ、これ空やから。じゃあ、いてちゃん、なんだ飲んだ、大丈夫、そっち炭酸。あ、炭酸だこれ。うん、逆渡しとった。あ、逆だこれ。うん、もういいか。いただきます。私も飲みたい。うまい。うまいよね。これ美味しい。これ美味しいな。これはうまいわ。どうする、イタちゃん、最後やけどやる、もう飲めるけど、飲む、クレーンゲームやる、どうする、やる、クレーンゲームやりたいよね。じゃあイタちゃん何が出るかな、行ってみよう。これ取るから大したもんや。すげーすげーすげえ、今マジですげえやけど。飛び渡ったね。今見た、うん、取れてた、飛び渡った。今マジでやばいよ。これで落ちたらね、イエーイ。本当に入ってるかな。さあ何が来るんでしょうか。お茶うま、何かな何かな、コーンポタージュ。パパ、いきますよ、せーの、パパ、コーンスープ。じゃあコーン好きやからね、実食どうぞ。どうぞ。せーの。少ないかな。ストローちゃうわ。ストローちゃうわ。ストローちゃうわ。ストローでいく？ストロー熱いやん。糸ちゃん、カモン。コーンポタージュをストローで飲む。味はどうですか、糸さん。グー。マジで？いや、なんかそんな感じするわ。ナイス、僕もいただきます。これちょっとめっちゃ気になっちゃったよ。合うよね、たぶんホットタピオカ。ちょっと冬も楽しめるんじゃない。冬最高やと思うよ、めちゃくちゃうまい。これはやばい、冬もいけるね、これは絶対いい、ね、これやったほうがいい、ほんまに。じゃあちょっと最後集合させようかな。集合させよう、なこれをちょっとじゃんということで、じゃあ最後に、うん、ナンバーワンハロウィンタピオカ決めるために飲み比べタイム設けますんで、もう一回あれ飲んでみようかな、うんうん、もう一回なんか奇跡起きそうな気がするんで、はい、ここも早送りです。
はい、終了。はい、ということで飲み比べた結果、あなたのハロウィンタピオカナンバーワンはどれだって聞くんで聞かせてください、はい、あなたのハロウィンタピオカナンバーワンはどれだ。これ。え、何し、指がいっぱいやな。エリヒ、トマト。指が多い。トマト。トマト。トマトがいい。指が多い。トマト。トマトが多いか。いや、美味しい。どれだ。一番美味しかったのどれ。一個だけ刺して。いくよ、もう一回いくよ。せーの、これ。はい、割れたということで、ミルクティーマンゴーコンスープがおすすめです。イエーイ、ね、よかったらね、簡単にタピオカ、ね、できるんだね。いやだ、茹でてジュース入れるだけなんで、ぜひね、ハロウィンパーティーとかでもやってみてください。はい、はい、ということで、この動画よかったらチャンネル登録、高評価、またまたコメント欄にコメントをよろしくお願いいたします。それでバイバイ、バイバイ。一回だけトマトやってみてください。